亜細亜大学硬式野球部草加翔です。自分の強みはストレートの強さとコントロールです。目標にしているのは、アジア大学の先輩の東山直さん の、 そのピッチングスタイルっていうのを目標というか真似してやってます。東山さんからっていうお話は聞いてるんですけど、アジア大学の先輩方が教えていただいたツーシームを投げるようになって、それからゴロが増えるようになったので、早いカウントでそのツーシームや変化球でゴロを打たして、少ない球数でアウトを取っていくっていうスタイルになりました。投げる体力は他のピッチャーよりも自信はあるので、球数はどんどん増えても大丈夫なんですけど、なるべく少ない球数でっていうのは常に意識してます。自分が高校3年生の時に、阪神の西純也がドラフト1位で、阪神に入団して、一番身近にいた存在がやっぱりプロ野球選手になったっていうのはやっぱり一番刺激になりましたし、それこそ負けたくないっていう気持ちが一番大きかったので、僕も高卒でプロを目指してたんですけど、その自分じゃ今プロに行ったとしても通用するわけがないって思ったので、このアジア大学で4年間もう一度頑張ってプロを目指そうっていう気持ちでアジア大学に来ました。他の球団に行ったとしてもやっぱり西っていう存在は消えないので、同じ球団になったらやっぱ同じ仲間として切磋琢磨していきたいですし、他の球団になってしまったら、そうですね、自分はライバル視してずっとやっていきたいなと思ってます。そうですね、そんな簡単な世界ではないっていうのは、ずっと、頭にはあるんですけど、やっぱり自分の売りであるコントロールとボールのキレっていうのは今よりもしっかり磨いて、1年間ずっと投げ続けられる体を作って、その選んでいただいたチームに貢献できるようなピッチャーになっていければなと思います。選んでいただいたからには何位であろうとそこで頑張ります。